はい、どうも、ギガーズ06レンドスコーラーです。本日はね、野球の動画となっております。今回のね、動画なんですけども、今ね、ソフトバンクね、非常にね、怪我人が多いんですよね。怪我人がね、非常に多いという状況にありまして、特にその、怪我人の中でも、外野手がね、特に怪我が多いんですね。はい。もう、怪我人がね、外野手の怪我人が多くて、まあ、内野であった、まあ、牧原選手が、まあ、外野で行ったり、まあ、三輪選手などはね、外野の選手が、まあ、外野の練習をしているというね、状況にあるんですよ。はい。で、そのところで外野が、ね、足りないという状況があるので、まあ、ツイッターや、まあ、SNS では、まあ、ソフトバンクね、他球団からトレードでね、外野手を獲得するんじゃないかな、というね、意見が多くあるんですが、まあ、それについてね、今回ね、私が、お話ししていきたいかな、というのは思います。で、最初にね、そのね、トレードがね、実現するかしないかっていうことなんですけども、私はおそらくね、今、急いでトレードをしないんじゃないかな、というのは思います。まあ、理由としてなんですけども、まあね、もともとね、ソフトバンク、外野はね、グラシアル選手、まあ、怪我をしているんですけど、グラシアル選手、柳田選手、中村晃選手ね、ウェバーシス選手などを中心、長谷川選手、などを中心に、非常にで外野手が、外野手のね、層が厚い、球団なんですよね。で、今でもしね、急いで、外野手をね、他球団からトレードで獲得したとします。で、今のね、段階では、まあ、試合でね、スタメンで使われることが多いかなというのは思うんですけども、そのね、先ほど言った怪我人がね、復帰したら、まあ、6月ぐらいですね、6月ぐらい復帰したら、まあ、試合にね、出れない、なりますし、まあ、二軍付けのね、日々が、二軍付けになることがね、多くなるかなというのは思いますので、まあ、選手としてもね、少しね、かわいそうかなというのは思います。あともう一つは、去年に、まあ、甲斐選手、正捕手の甲斐選手以外の、まあ、捕手が、まあ、怪我人がね、続出してしまいまして、急いでね、金銭トレードとして、日本ハムからね、キャッチャーの市川選手をね、金銭トレードで獲得したんですけども、まあ、その場合もね、あまりね、出場機会がなく、今ね、二軍で日々送っているという状況になりますので、まあ、その経験、体験が一回ありますのでね、今回もね、急いでね、外野手を緊急獲得するっていうことはないんじゃないかなというのは僕は思います。トレードを行うのではなく、僕はね、二軍でね、支配、育成選手である田代選手をね、支配下に登録して、一軍で使うんじゃないかなというのは僕は思っております。はい。こんな感じですね。で、もしね、まあ僕はね、しないかなというのは思っているんですけども、もし、する場合ですね。もしする場合としましては、一番ね、可能性がある球団は DeNA なんじゃないかなというのは僕は思っていますね。はい。DeNA もね、外野手はね、非常にね、厚みがあるんですけども、二軍でね、大戸坂選手や関根選手というね、選手がね、くすぶっている状況にありますので、はい。だからね、僕は、音坂選手か関根選手をトレード相手として出すんじゃないかなというのを僕は思っています。その中でもね、僕はね、関根選手なんじゃないかなというのを思っていまして、まあ、音坂選手ね、まあ、昔はね、DeNA しか、横浜しか入れないという、と言いまして、横浜に入ってきた選手なんですけども、で、横浜以外に行ったら即引退すると言ってたんですけども、今はね、どうかわかんないんですけども、まあ、それがあるので、僕はね、トレード相手は関根選手なんじゃないかなというのを思っていまして、まあ、DeNA の補強ポイントとして、二遊間の補欠、まあ、大和選手のバックアップが今先発が非常に足りない状況にありますので、まあ、先発、中継ぎを含めたね、投手陣なんですよね。はい。でもさすがに、ソフトバンクね、怪我人が多い状況にもありますので、内野のね、関根選手と、まあ、内野の、まあ、多分ね、高田選手がね、DeNA は欲しいかなというのは思うんですけども、多分ね、成立はしないかなというのは思うので、まあおそらくね、先発、まあ投手陣との、まあ関根選手の交換もしくは、金銭トレードでの獲得となるかなというのは僕は思っています。で、こんな感じですね。関根選手もね、環境が変われば僕は非常に活躍できる選手かなというのは思っていますので、まあね、可能性はあるかなというのは思っていますね。でも僕はおそらく、まあトレードは、まあどこの球団とも、ソフトバンクしないんじゃないかなというのは思っているんですけども、あるんだったら DeNA かなというのは僕は思っています。で、こんな感じですね。ざっくりなんですけども、僕の左の意見を、動画で言わせていただきました。皆さんのね、ソフトバンクファンのね、方々良ければね、コメント欄でね、コメントしてくれたら嬉しいかなというのは思っています。はい。他球団のね、方もね、ぜひね、コメントしてくれたら嬉しいです。よければね、チャンネル登録と高評価、コメントの方をよろしくお願いします。
こんな感じでね、いつも動画撮っておりますので、よければね、見てくれたら嬉しいかなというのは思っております。はい、ここまでね、ご視聴の方ありがとうございました。はい、さようなら、バイバーイ。